番組レポーターの山ヌーです。今日は東京オートサロンに来ています。ということでですね、 YouTube ではおなじみのメンバーのお二人に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今日はですね、もうテリーさんが先にも現場に入られていて、おすすめの1台をすでにも見つけているということで、もう車の前で待ってるらしいので、はい、早速行ってみたいと思います。はい、早く行かないと。はい、というわけでテリーさん、車の前まで来ました。改めましてよろしくお願いします。お願いします。そして三菱さんからですね、藤井さんにも来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、私はですね、まあ、一番の推しがですね、このね、今回この三菱がですね、満をね持して出したというですね、デリカミニですよね。はい、まあ、デリカっていうと皆さんご存知だと思うんですけども、三菱のもう金看板ですよね。やっぱりこの軽乗車の限られたこのサイズ感、うん、この中にデリカの、今テリーさんが言われたようにデリカのエッセンスを詰め込んでいく、やっぱここがやっぱり一番苦労した部分でもあります。そうですよね。どうですか、はい、これちょっと正面のこのなんかね、面構え、いや可愛いですね。可愛いね、いいよね。なんか D5 はもっと大人みたいな、うん、男の男性陣をこうイメージするような感じでしたけど、うん、そのままやっぱデリカの良さはそのまま持ってきたかったんですけど、うん、全く同じものを持ってきてもやっぱ軽自動車に対して今度逆に違和感があるんじゃないですか。なるほど。今まさに言われたちょっとそういった可愛らしさというか愛くるしさをですね、うん、やはり少し演出したい、うん、そういうものもあって、あの軽自動車にふさわしい顔をうまくアジャストできたかな。シートの質感もだいぶこう厚い系の素材に見えますよね。うん、だからあれで例えば雪山なんかでもね、はい、まあ、スノボをやった後に濡れていてもなんかすぐに拭けるし、ね、はい、そうですね。あと夏 暑いところでキャンプやった後にもうちょっとこう通気性がいいんで、そうなんだよね。汗かいた後もね、すぐに、はい、後ろもでも広いですね。後席のスライド量がこれも軽自動車の中ではトップクラスなんで、今多分ここ、ね、はい、足のスペースがこんなになるかな、はい、あ、はい、すごい。でこうシート動かしていただくと荷物たくさん積むときはシート前に、なるほど。じゃあそれを持ってちょっと前へ、はい、多分女性でも軽々と操作できる。そうそう、軽い、はい、そうすると今度後ろに荷物を積む、はい、あ、まあ、それがほら高いから、はい、いいですよね。そうですね。ちょっとした例えばさ、全然、はい、まあなんかね、スウェットに着替えるとか、そういうのも楽だよね。そうですね。手伸ばせますもん、私で。へえ、うん。またこのパドルがあるのいいですね。いいですね。このゲーでパドルがあるのは、うん、ちょっとドライバー目線のあれですけど、はい、ちょっとこういうのもいいですよね。はい、はい、ということでデリカミニをですね、テリーさんの目線で、そして藤井さんに解説をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。